皆さんこんにちは。バージニアコモンウェルス大学でサッカーをしている島崎亮です。今回は近況報告編ということなんですけど、まず最初に一番大きなニュースから伝えていきたいと思います。ついに5月の上旬に、メジャーリーグサッカー MLS のミネソタユナイテッド FC に1週間練習参加することが決まりました。僕自身、プロチーム、ユース時代トップチームに何回か試合参加してたんですけど、大学生になって初、それも MLS のチームに練習参加するのは初ということなんで、すごい楽しみですし、自分がどれだけ通用するかとかそういう部分も含めて、まずはしっかり楽しんで自分がやれることを、どれだけ相手方に見せられるか、そういう部分も含めてすごい楽しみにしてます。はい。あと、MLS の他にアメリカ2部3部のチームにもこの夏練習参加する予定なんですけど、そこら辺のことも今後紹介していければいいかなと思ってます。あと今回なんですけど、ミネソタユナイテッドをちょっと動画に取り上げようかなと思ったんですけど、ちょっとコンプライアンスの部分とか、著作権とかいろいろ絡んできたらちょっと面倒くさいので、今回その練習参加した後、ちょっと写真とかなら多分 OK だと思うんで、写真とか通じながら、どうだったかとか、どんな選手がいて、どんなやつが、どんな人がすごかったかみたいな、そういう細かい部分の動画も練習参加した後上げていきたいと思うんで、そこのチェックもよろしくお願いします。はい。近況報告はこんなもんなんですけど、これじゃちょっと短いんで、今日はちょっとアメリカの大学について少し話す、大学というかアメリカのサッカーのシステムについて少し話そうかなと思います。今僕たちの大学春セメスターといって1月から5月のセメスターなんですけど、この5月のセメスター、このセメスターが終わったら3ヶ月間の長い夏休みに入ります。この間は学校も練習も何もありません。じゃあサッカー選手どうしてんの、3ヶ月もオフにするのかといったらそうではないんです。僕たちの大学生が、参加するようなリーグ、アメリカ4部のリーグがありまして、USL リーグ2と言われてるんですけど、そこにみんな参加しています。で、その USL リーグ2なんですけど、これは基本アマチュアリーグです。で、その上に USL リーグ1、ここからがアメリカではプロフェッショナルと、お金が発生しているリーグです。で、その上に USL チャンピオンシップ、実質2部リーグです。で、その上にさっき言ったミネソタユナイテッドが参加している MLS と、こんな感じになってます。で、そのアマチュアリーグ、USL リーグ2に僕もこのミネソタユナイテッド練習参加し終わった後、に参加する予定です。はい。で、さっき言ったミネソタユナイテッド以外にも練習参加するといったチームが USL チャンピオンシップ2部のチームと USL リーグ1のチーム、3部のチームです。どっちも魅力的なチームなんで楽しみにしていますね、僕自身。はい。それで5月から8月の間、そのUSL リーグ2で、基本的にみんなサッカーするんですけど、5月から7月は、基本的にリーグ戦です。アメリカすごいリーグ戦っつったって広いんで、南と北と中央ってでちょっと、リーグが分かれてるんですけど、そこで順位を決めて、で順位を決めて上位に残ったチームが7月からのプレーオフでトーナメントに出て、そこで優勝を決めるみたいな、そういうシステムにはなってるんですけど、僕みたいに大学リーグでプレーしている人は大体、勝手な僕の憶測ですけど、7月のプレーオフ、7月のまでのリーグ戦が終わったら、大体みんな家に帰郷
強したり、まあ、僕の場合日本に帰ったりする人が多いんですね。はい、まあ、僕の勝手な憶測なんですけども、で、まあ、そこでまあ日本に帰って各自自主練、まあ、家でちょっとリラックスしたりとか、まあ、そういう人が多いです。はい、で8月からはアメリカの大学シーズンのプレシーズンが始まって、まあ、そこから授業と大学のサッカーの両立という感じになります。夏はそんな感じですね。で、まあ、こういうリーグ2に参加しながら、まあ、他のプロチームに練習参加したりと、基本的にこの春セメスターと秋セメスターで自分たちが所属している大学リーグで活動している間はプロチームの練習参加ができない、アメリカではできません。なのでこの3ヶ月間の夏の間に少なくともプロを目指している選手はこうなんていうんですか、練習参加したり、まあ、自分を売り込んだりと、そういう時期なんですね。一応なんで僕も今回、はい、一番早い時期の5月に、まあ、運よく練習参加することになったんですけど、まあ、日本だったりとかもう普通に1、2月、3月いつでもプロチーム側が認めればいつでも練習参加できると思うんですけど、まあ、アメリカちょっとそういう厳しいルールがあったりします。まあ、あとこれはまあ余談なんですけど、まあ、今後こういう近所報告編で、まあ、こんなこと話してほしいとかっていう リクエストがありましたら、コメント欄の方でコメントしていただければ、まあ、内容にもよるんですけど、まあ、話していこうかなと思っているんで、コメントの方もよろしくお願いします。まあ、じゃあ今回はこんな形で、とりあえずじゃあ、5月の上旬のミネソタユナイテッドの練習参加が終わった後、またどうだったか感想を動画に上げていきたいと思うので、そのチェックもよろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。